平日の午後6時ごろ、仕事を終えた人たちが行き交う街で、一人の女性がビルの一室に入っていきます。席に座り、参考書を開いて黙々と勉強を始めました。フォローアップっていう形で研修があるので、それについての課題をやってます。ここは熊本市中央区にある会員制の学習カフェ、グロリアスタイム。コンセプトは大人の自習室です。自分たちが勉強する場所がなかなかないという声も聞きますし、熊本に、特に熊本にはないなという自分の経験から、大人の人がリスキリング、学び直しをしっかりしてほしいということで、この自習室を作りました。去年3月のオープンから会員数も右肩上がりで、その8割は社会人。午前9時から午後9時までの間であれば、毎日好きな時間に入室でき、資格試験やビジネスワークなどで利用されています。自分自身の中でスキルアップの方で勉強しています。にぎやかな声がやっぱり聞こえてくると、そっちに気が取られてしまうので、やるしかないっていう環境っていうのはとてもありがたいなって思います。利用方法は勉強以外にも。今読書、はい、読書です、はい、勉強しなきゃいけないなって思いながらも、なかなか家ではできない部分があって、こう皆さん集中してやられてるので、自分もやらなきゃなっていう気持ちにはなりますね、はい、日曜日に訪ねてみると、この日も机に向かう姿が。平日だけでなく、週末も目標に向かって勉強に励む人がいる中、自習室に入ってきたこちらの夫婦。夫の総一郎さんは日照簿記検定1級の合格に向けて自習室を利用しています。そんな中、子育て中の妻エリさんは社会保険労務士の取得を目指して自宅で勉強していましたが、育児と勉強を両立させようと利用することを決めたといいます。子供見ながらだと集中が続かないので、家族に預けてちょっと集中するために利用したいなと思ってます。目標達成に向けて夫婦で机に向かいます。お互いその日のどれぐらい勉強進んだかとかですね、進捗を言い合ったりとかですね、お互いそれぞれ、まあ、違う資格なんですけど目標があって勉強してるんで、とてもお互い刺激になって、いい感じに勉強できてます